ルーラー・オブ・ザ・ワールドは、アイルランドの競争場、シュボバである。主な勝ち倉は2013年の A ・ダービー。3歳4月にデビューし、デビューに連勝で臨んだ2013年の A ・ダービーでは、前走まで7000無敗の一番人気同音アプローチが、最下位に沈む波乱の中、2着リバタリアンに1馬身半差をつけて優勝。デビューからわずか2ヶ月弱で、ダービー場の栄冠を手にした。 3歳デビューバの A ダービー制覇は1993年のコマンダーインチーフ以来20年ぶりのことであった。クールモアグループは2011年のプールモア、2012年のキャメロットに続く3年連続の A ダービー制覇となった。しかし、次戦のアイダービーでは一番人気に押されながら豪着に敗れた。秋初戦のニエル賞では直戦で 日本のダービーバキズナとの叩き合いとなり、わずかの差で2着となる。本番の外戦紋章では見せ場がないまま7着に沈んだ。A チャンピオンステークスでは3着となり、3歳シーズンを終えた。2014年3月にアルシャカブレーシング社が権利の半分を購入。同年はドバイワールドカップに挑戦するも13着と大敗する。その後は休養を挟み、 復帰戦のフォア賞を逃げ切って、久々の勝利を挙げた。しかし、外戦門賞9着、A チャンピオンステークス9着と、大レースでは振るわず、同年限りで現役を引退した。以下の内容は、irishracing.com の情報に基づく。2015年より、アイルランドのクールモアスタッドで、種ボバとなった。初年度の種付け量は1万5000ユーロに、 設定されたが、怪我のため6週間種付けを休止したこともあり、翌年誕生した初年度産区はわずか44頭であった。その中の1頭であるイリデスサが2018年のフィリーズマイルを制し、産区初の G1 勝利を達成した。2020年からフランスのアーラスデブック島で強要される。2022年からはイタリアで種ぼば生活を送る。ありがとうございます。